本日ご紹介する作品はグリコさんの生と星空のキッチンという作品です。主人公の18歳の女の子若林生は大学受験に失敗し、進路について悩んでばかりで勉強も進まないという日々を送っていました。その中で気分転換に訪れたのが星と緑の学校キラリという宿泊施設。実はこの施設、生の母校の小学校が廃校になり、その建物をリニューアルしてできた施設でした。そこでの出会いをきっかけに彼女が自分自身を見つめ直し、なりたい自分になるためにキラリのスタッフとして働き始めるという物語です。単行本の表紙でもわかる通り、生の抱える悩みを解決するキーとしてキラリで提供される料理が数多く登場するため、料理漫画としての側面が強い作品です。その料理というのも宿泊施設で提供されるものではありますが、家庭料理に近いとても素朴なものが多く、より読者に身近に感じられるような内容になっています。また生が抱える悩みも進路の悩みから始まり、自分自身の生き方や恋の悩みなど18歳の女性の等身大の悩みが描かれ、またそれに対して作中で明確な答えを出すのではなく、生自身がこれから自分自身で考えて結論を導き出していくというような内容になっています。派手な物語ではないため、もしかしたら人目を引くような作品ではないのかもしれませんが、読者の心に寄り添う温かみのある物語になっています。この作品は少年画報社のときめきご飯という雑誌で連載されている作品です。私の方では1話をまるまる試し読みできるホームページというのを見つけることができなかったんですが、概要欄のリンクから1話の途中までは読むことができるので、興味を持っていただけた方はそちらをチェックしていただければと思います。それではまたのご来店をお待ちしております。